このチャンネルは肉匠牛久の提供でお送りいたします。はい、どうもこんにちは、船さんです。ここ最近ね、ちょっと経済のね、話に偏ってたんで、ちょっと箸休めということでね、雑談とまではいかないんですけど、箸休め動画をね、お送りしようかなと思うんですけども、なんかね、NHK から国民を守る党の立花孝志さんが日本維新の会からね、除名された丸山穂高議員に対してね、要請を出したと。で、それに対してね、前向きに捉えているというね、丸山穂高議員がね、という話でね、って思いませんでした。はい、いや、なんて言うんすかね、お互いに対してじゃなかったですか。どうなんですかね、僕はどっちも全くもって支持してないんで、って思ったんですけど、これね、立花孝志さん支持者とか丸山穂高さん支持者とかはどう受け止めてるんかなと思ってね、NHK を守る党のね、立花孝志さん、今回ね、政党要件を満たしたということで、当選されましたけれども、はい、どうしていくんでしょうね。全然読めないというか、立花孝志さんってあるでしょ、ねえ、安倍支持者、安倍総理支持者でしょ、ねえ、で、自民党応援するっていう立場の人ですよね。でも、N 国党支持者は、今の政権を打破して、したいという人たちの集まりですよね。なんか今のまんまじゃダメだよっていう、なんかそういうルサンチマンみたいなのがあるんですよね。で、その反安倍反政権に対してどこの党を支持するかっていうので、分かりやすい NHK をぶっ壊すのワンイシュー選挙仕掛けた、そこに群がったという状態なんじゃないんですか。でも結局その党首である立花氏自身は安倍総理支持者ですからね、結局このやるせない気持ちとかどこに持っていかはるんかなとかも思ったりとかね、丸山穂高氏自身もね、北方領土のね、奪還に対しての騒動ね、戦争しないと取り返せへんぞっていうね、発言、いや、もう戦争する気なんていうので物議醸しましたけれども、あれでね、その時お酒を飲んでたから、そういう失言をしたしてないというね、話がねありましたけれども、いや、あれは本心だと。その後もね、意固地になってるんか知らないですけど、本心だと言い張ってますよね。で、その言い張るんであればですよ、ね、それ相当の政治信条を抱いてるからこそ、維新であるし、例えばね、俺は改憲したいんだ、ね、憲法を改正したいんだ、で、俺は戦争賛成なんだって言ってる人が国会議員にならな話にならんぞということで共産党から立候補するなんてことが、これね、本来ならあってはならないわけですよね。はい、要するに有権者欺いてるわけですから、政治家になる資質を兼ね備えてないわけですよね。丸山穂高氏自身が何をしたいのかもよくわかんないですけど、自分はね、東大の、なんすか、経営学部かなんかですかね、経済学部か経営学部かなんかですよね。よくわかんないです。あんま興味もないんで、あれですけど、賢いですよね。ボンボンですよね。で、己は、
それ相当の心情を持って政治家やってるんや、ね、豪語するんやったらそこすらもブレたあかんのちゃうかなと思うんですよね。ブレブレ同士がね手を組むという状態になるんで、ちょっと滑稽やなってね思っちゃったりもしましたね。なんですかねこれね。だから結局はまあ政治は数やみたいなこと言うてるじゃないですか。何をするとか何をしないとかじゃないんですよね。そこに居続けるというインセンティブが働いてしまうんですよ。だから居続けるそのポジションを守る保身するためならどんな手を使ってでもそのポジションを死守するっていうね。それがまあ本当に 100%、まあ 100%、まあ 99% ね、まあ有権者にとってプラスになることであるならばね、あれなんですけどね、いやまあ言ったら NHK をぶっ壊すって言ってるその NHK という既得権益に対してね、まあ一矢報いたい、風穴を開けたいと言っているその人がですよ、安倍さんを支持してですよ、その安倍さんは NHK とズブズブでっていう話ですよ。これそっから言ったらあかんのちゃうんかって普通は考えますよね。ね、違うところから攻めないとですよね。だからなんすかね、だから何の心情もないというか、とにかく、まあ、バズればいいというか、なんかそんなね政党運営をねこれからもされるのかなとね、数集めだけしてね、うん、でまあまあね話題に なってるホットなね方なんでね、丸山氏もだからこれからスキャンダルがね、出てきた議員とかね、そういう人たちを取り入れてはね政治家にしてっていうね、まあ、もしかしたらね、ね今井絵理子とかもね、もしかしたら N 国党にね移るかもしれないしね、まあどうなるかわかんないですけどね、ほんまに自己議員引き受け政党みたいに、ね、なるかもしれないですね。まあその維新もね、あの自己議員を出しときながらまた鈴木宗男を入れるっていうのはまだ滑稽ですけどね、本当に人選をこれまで以上にね厳格に進めていきたいとか言うときながらね速攻行ってますよね、トラブルメーカーね入れて、まあそこもほんまにだからそういうことですよ ね本当にね、もうみんな滑稽ですよね。うん、いや本当にまあちょっとね見てて面白いことが起きてるぞと、わけわからんな思ってね、はい、まあ、ちょっと箸休め的な動画をね今回はお送りしましたということで、今日の話が面白かった、面白いんかどうかわかんないですけど、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとツイッターアカウントとかもね、フォロー、していただけたら嬉しいです。でオンラインサロンですね、私が、公式で行っておりますオンラインサロンの方もねぜひぜひ、登録の方よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。この度ですね、私船さんの公式オンラインサロンを立ち上げることになりました。このオンラインサロンでは、まあ、僕の限定公開の Facebook ページ、あとはそのオンラインサロンに登録した人だけに配信する限定動画であったりですとか、または、まあ、僕自身ねライブ発信ということは今までしてこなかったんですけれども、そのオンラインサロンに参加している方にだけライブ配信とかもこれからしていこうかなと思っております。あとですね、今企画しているのはですね、そのオンラインサロンに入っていただいているメンバーさんだけにご招待する、まあ、勉強会のような企画などもしていこうかなと思っております。まあそういったことはですね、まあ、大阪から始めていこうかなとは思うんですけれども、まあメンバーさんのね集まり次第では、まあその各地に行って、まあ交流をね、させていただくなんてこともできればいいかなというふうに思っております。私のですね、この公式オンラインサロンの、入会はですね、こちらの QR コードまたは
下の概要欄の URL から、ご登録していただければと思いますので、ぜひとも、皆さんですね、この世の中をちょっとでもね、好転させていくためにはどうしたらいいかっていうね、情報とか、ね、仲間を集めたりとか、今の現状をちょっとでもよくできるように、これからみんなでできればいいかなと思っておりますので、ぜひともオンラインサロンの方もよろしくお願いします。ということで、本日は、ありがとうございました。フラさんでした。